皆さんこんにちは。本日は3月14日から21日に再販されるガンプラの紹介です。 HG144/1 ザクウォーリア東部モノアイはパーツ分割により左右へ稼働、シールド接続アームは設定と同様の二重関節で大きく稼働、リアアーマーの一部が稼働しビームライフルをマウント可能。 HG144/1 ガイアガンダム一部パーツの差し替えによりモビルアーマー形態への変形が可能。モビルアーマー形態時の頭部はポリキャップの可動ギミックによりスムーズに変形。ハイブビームブレイドは左右に展開、ビームブレイド、ビームサーベルの発光部分にはクリアパーツを採用。 HG144/1 アビスガンダムモビルアーマー形態への変形が可能です。肩部可動機構の材質に ABS を採用することで攻撃形態への変形や巨大アーマーの展開も可能です。 HG144/1 ブレイズザクファントムレイザバレル専用機ハイブのブレイズウィザードのミサイルハッチは開閉、スラスターカバーも上下に稼働、ビーム突撃銃ビームトマホークが付属。 HG144/1 レジェンドガンダムバックパックのドラグーンは着脱可能、射出攻撃形態を再現可能、ビームライフルシールドが付属、ビームシールドはクリアーパーツで再現、パーツの差し替えで収納、展開状態を再現。 HG144/1 セイバーガンダム一部のパーツ差し替えによりモビルアーマー形態へ変形可能、ハイブの大型ビーム砲もスムーズに稼働させることが可能、ビームライフル、シールド、クリアパーツによるビームサーベルが付属。 HG144/1 トムトルーパー肩軸にボールジョイントを採用、より上下前後に動く稼働範囲を確保、バズーカを構えるポーズが再現可能です。また別売りの144/1シリーズ HG シリーズの各ウィザードパックとバックパックの換装可能、専用ディスプレイスタンドが付属。 HG144/1 シアヌイアカツキガンダム全身きらめく機体色は金メッキパーツで再現、スラスターやドラグーン基部が稼働するバックパックのドラグーンは全て着脱可能、攻撃形態を演出するビーム発射形態も再現、ビームなぎなた、ビームライフルはサイドアーマーに装着可能。 HG144/1 大足やかつきガンダム機体の金色部分はメッキコーティングで再現、大足に装着されているビームキャノンはカバーをスライドさせるとグリップがせり出し発射形態に変形、脇下を通らせ前方に構えることが可能。 HG144/1 ガンダムアストレイレッドフレームフライトユニット装備、フライトユニットは脱着式でノーマル状態も再現可能、超糖ガーベラ、ストレートやバク、ヘッド、シールドやビームライフルなど多彩なオプションパーツが付属、超糖ガーベラ、ストレートは鞘に収納可能。 MG100/1 MS-06S シャア専用ザクバージョン 2.0 ハイブのランドセルや脚部のスラスターなど S 型ザクの特徴を再現、頭部のアンテナはノーマルとスタビの2タイプが付属、ねじれや各部のリンク稼働により前かがみポーズなどこれまで取ることのできなかった新たな稼働領域を再現、モノアイは首の稼働にリンクした視線移動ギミックを搭載、シャア、アズナブルの1/100スケールフィギュア2体立ち、コクピット搭乗用座りが付属、武器はザク、マシンガン、ザク、バズーカ、ヒート、フォークが付属、MS への搭乗シーンを再現できるリフト車両が付属。 MG100/1 グフバージョン 2.0 内部構造の一部を MS-06J と共有し、ザクの改良強化型という設定を再現、
サイドアーマーはフロントアーマーの動きと連動し後方へスライド稼働、違和感なく膝を上げることが可能。動力パイプはさらなる組みやすさを追求した方式に変更。ヒートロッドは球体ジョイントによる連結構造で再現、さまざまな表情付けとそのキープが可能。武器はシールド、刀身をクリアーパーツで再現したヒート、サーベルが付属、同スケールのランバ、ラル、クラウレ、ハモンフィギュアが付属。 MG100 分の1、 RX78-2、 ガンダムバージョン 3.0 が登場。新たな稼働解釈を採用したムーバブルアーマーシステムを搭載、肩アーマーやバックパックカバーも稼働することで腕部稼働の自由度が向上。ズネウラアーマーの開閉機構により足首の可動域も向上。フルメカニクス100分の1、レーダーガンダム、メカニカルな衣装を追求し高密度ディテールと組み立ててやすさを両立。各所スライド機構や可動軸によりモビルスーツからモビルアーマー形態へと変形が可能。脚部は多重関節により可動域を確保しつつ MA 形態への変形を再現。肩部はパーツ差し替えなしでモビルアーマー形態の状態に変形可能なギミックを搭載。 MA 形態時ハッチを開けると機種の機関砲が連動してせり出すギミックを搭載。モビルアーマー形態時のディスプレイ用パーツが付属。 HG144 分の1、MSM07S、 ズゴック、シャー専用。腕、足、胴の各部にボールジョイントを採用しスムーズな稼働と曲線を実現。クロウ、爪、部分は稼働します。測定は新たに設定されたパターンを精密に再現。 HG144 分の1、 RGM79、 ジム、カメラアイはクリアパーツで表現。装甲も色プラ、シールで設定色を忠実に再現。武器はビーム、スプレーガン、ビーム、サーベル、シールドが付属。指を開いた状態の左手のパーツがポージングに様々な表情を生み出す。 HGUC144 分の1、 シャー専用ザク2、機動戦士ガンダムにおけるプロポーションを最新の技術でリバイブ。モノアイは頭部裏側の操作リブを動かすことで稼働。腕は上腕部に加え前腕部も回転し可動域を大きく確保。腰部の可動域をさらに広げる軟質素材パーツを同梱。プラパーツと軟質素材パーツとの選択式となっている。付属する3種の武器は腰部に喧嘩できる。 HG144 分の1、 ガンダム EG8、アクション性能とプロポーションを両立。シールドのほかビーム、ライフルと 100mm マシンガンが付属。パラシュートパックは脱着可能。別売りの HGUC144 分の1、ビクセン型ガンダムのコンテナと差し替え可能。 HGUC144 分の1、ニューガンダム、全てのパーツは後はめ可能。パーツの合わせ目も露出しない新規構造を採用。組み上がりの完成度が大幅にアップ。バーニアやアポジモーターなど細部のディテールも徹底再現。武器はビーム、ライフル、ビーム、サーベルニッシュ、ハイパー、バスーカ、フィン、ファンネルが付属。 HGUC144 分の1、 サザビー、各部に新規構造を採用して全てのパーツが後はめが可能。重厚な装甲の厚みを再現し、マッシブな機体イメージを表現。武器はビーム、ライフル、ビーム、サーベル、ビーム、トマホーク、シールド、ファンネルが付属。 HG144 分の1、 カオスガンダム、モビルアーマー形態へ変形可能。ガンポットのビーム砲は伸縮可能。ミサイルハッチの開閉もパーツの差し替えで再現。ビームライフル、シールド、ビームサーベルが付属。 HG144 分の1、ライジングフリーダムガンダム OHG、
機動戦士ガンダムシードシリーズで印象的なアクションポーズ再現に特化した内部構造シードアクションシステムを搭載。一部パーツの差し替えによりモビルアーマー形態への変形が可能。攻守を兼ね備えた新シールドが付属。展開後にクリアのエフェクトパーツを装着することで劇中イメージを再現可能。付属する2本のビームサーベルは連結可能。ビームシールドには角度によって色味が変化し美しい輝きを放つ。変更成形を採用。ハイブのウイングやアグニ砲の展開、両ブレールガンの方針の伸長などのギミックにより迫力あるハイマットフルバーストを表現可能。両脚の股関節の接続軸が個別でスライドする機構により脚部の大胆な可動を促進。成形色による細かなパーツの色分けにより組み立てるだけで満足な仕上がり。 HG144/1 イモータルジャスティスガンダム機動戦士ガンダムシードシリーズで印象的なアクションポーズ再現に特化した内部構造シードアクションシステムを搭載。一部パーツの差し替えによりモビルアーマー形態への変形が可能。攻守を兼ね備えた新シールドが付属。展開後にクリアのエフェクトパーツを装着することで劇中イメージを再現可能。両腰の装甲にマウントされたブーメランにはエフェクトパーツが取り付け可能。膝からつま先部にかけて展開されるビームカッターをエフェクトパーツにて再現。両脚の股関節の接続軸が個別でスライドする機構により脚部の大胆な可動を促進。成形色による細かなパーツの色分けにより組み立てるだけで満足な仕上がり。 HG144/1ブラックナイトスコード芝機動戦士ガンダムシードシリーズで印象的なアクションポーズ再現に特化した内部構造シードアクションシステムを搭載。パーツの差し替えによりシールドの射出状態を再現可能。シールドの射出状態を再現するリード線が付属。胸部のアーマーを開閉することで劇中の演出を再現可能。ビームマントにはグラデーション印刷が施された軟質素材を採用。ビームサーベルが3本付属。ビームサーベルを連結することでツインビームサーベルとサーベルを両手に装備可能。つま先に取り付け可能なエフェクトパーツが付属。 RG144/1 シャア専用ズゴック水の抵抗を限りなく小さくし高速移動するための流線形ボディを追求。水中での高速潜航と陸戦での激しい戦闘に対応する柔軟性を備えた水陸両用 MS ならではの内部フレームを新型アドバンスド MS ジョイントで実現。水中での捜索、探知、即挙に不可欠なソナーをディティールにも採用。潜航と浮上を考慮した水抜き穴をモールドで再現。耐水、耐圧を想定した球状のコクピットを採用。最も特徴的な武装である腕部の爪は刀身をイメージ。水中での四方への移動を可能にする脚部およびバックパックのプロペラ構造を再現。 RG144/1 ユニコーンガンダムエボリューションポイントは変身で144/1スケールという制約の中で限界を超えた変身を実現。3つのギミックを搭載した新機構アドバンスドモビルスーツフレームワークが組み立て後の高い安定性と各部の稼働を両立させている。 MG100/1 ゼータガンダムバージョン KA モビルスーツ形態とウェーブライダー形態両方のフォルムに破綻がないよう各ユニット構造や形状を洗練させ変形機構を構築。複雑なギミックの簡略化を成立させアップデートされた変形を実現。モビルスーツ形態では広範囲の可動域を確保することで劇中ポーズの再現度が向上。各ブロック機構を設けることによりウェーブライダー形態では固定の航空機モデルのように安定したディスプレイが可能に。機体各所にはメタリックなエクストラフィニッシュ加工を採用。カトキはじめしデザインの水転写式でカールが付属。
MG100 分の1フリーダムガンダムバージョン 2.0 フレーム、外装ともに完全新規造形でプロポーションを一新、水初にシードバージョン RMK を踏襲したディテールが盛り込まれている。肘関節部分で伸縮稼働する腕やスライド機構を備えた太もも走行、柔軟に稼働する腰部などヒロイックなポージングが再現可能。ウィング部やビーム砲なども稼働しフルバーストモードを取ることもできる。連結可能なビームサーベルなど各種武器に加え、台座、ハンドパーツといった多彩なオプションも付属。 SD ガンダム EX スタンダードシリーズ RX78 の2ガンダム、従来の SD ガンダムシリーズキットに比べ可動域が大幅に向上し、さまざまなポージングが可能で、洗練されたスタイリッシュなプロポーションとの両立を実現。さらに HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズの幅を広げている。 SD ガンダム EX スタンダード013シナンジュ、従来の SD ガンダムシリーズキットに比べ可動域が大幅に向上し、さまざまなポージングが可能で、洗練されたスタイリッシュなプロポーションとの両立を実現。さらに HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズの幅を広げている。 SD ガンダム EX スタンダード002エールストライクガンダム、従来の SD ガンダムシリーズキットに比べ可動域が大幅に向上し、さまざまなポージングが可能で、洗練されたスタイリッシュなプロポーションとの両立を実現。さらに HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズの幅を広げている。ご視聴ありがとうございました。また再販や新商品など紹介していきますので、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。